あ、いい？じゃあケーキ食べ終わって、あとでちょっと性癖の話するわ。あとで性癖の話をするわ。うん、性癖の話するわ。すげえさ、思うのがさ、この霊、性癖の塊だと思ってるんだよな。これ相当、やばいよな。なんだろう、かっこいいんだよ。デザインとしてめっちゃ好きなんだけどさ、ところどころもう、性癖って感じしない？俺個人的にこの服めっちゃ好きなんだよな。なんかミリタリーがまず単純にめっちゃ好きなんよ、俺。ミリタリー関連のなんかそういう女の子のやつ。まあこれは普通の銃なんだけどさ、なんかちっちゃい女の子とかさ、普通の女の子がさ、めっちゃスナイパーとか持ってるとテンション上がるじゃん。みたいなんで一緒でさ、すげえこれ好きなんだよね。で、もうここのポイントね、思うのがね、もういっぱいあるんよ。まずここね。ここと、ここと、まあ分かりやすいので言うとこっちか。ここら辺とか。あと、これもいい。帽子もいい感じ。マジ？いや、なんで横から見えるんだろうね。なんかさ、俺思うんよ。やっぱ前か、俺ね、前か、上かな？上っていうのが正しいのかな？上から見る胸って、確かにいいんだよ。確かにな。いいとは思うんだけど、やっぱりね、下か横なんすよ、時代は。時代は下か横なんすよね。やっぱね、下乳上とかね、横から見えるエリセとかをね、見るとね、やっぱ上じゃねえんだよな。いや、もちろん上でね、いい子いっぱいいるよ。バニー上とかさ、まあ、至るところに上から見ていいっていうのもあるんだけど、上ってもうありきたりなんよな。やっぱ横とか下からとかそこら辺で見えるこのチラリズムがね、やっぱいいんすよね。すげえいいんすよ。で、あとはね、もう服装が全体的にいいんだよな。手袋わかる？手袋。手袋いいっすよね、ミリタリー感覚のこの。手袋ってなんかさ、なんだろうな。いや、もちろん素手でもいいんすよ。素手でもいいんだけど、あえて手袋をしてね、手袋を外す仕草してほしいね。マジで。なんか普通にさ、手袋を、口で噛んでっていうのでもいいのよ。そういう仕草めちゃくちゃ好きなんだよね。手袋ってなんかね、ロマン溢れるんだよな、この。いい感じだなーってすげえ思うしさ、腰に巻いてるさ、やついいよね。これってどういう形態なんだろう。なんかすく水でいいのかな。すく水のミリタリー仕様みたいな感じだと思うんだけどさ、ミリタリーとかだった場合、腰にさ、まあこ本当に今何ワルキューレ3姉妹がつけてるんだけど、まあこんなにでかくはないと思うけど、なんかつけるやつがあるんだよね。ハンドガンとかいろいろ、アサルトは背中かな、まあわかんないけど、こういうやつつけてるのがいいんだけど、そこがね、なんかいい感じにフィットしてる感がすげえいいんだよな。これ多分すく水がもともとあって、その上にパーカーみたいなの着てるっていう感じだよね。セーラーに近いのか。あ、ホルスターっていうの、ありがとう。そう、このホルスターの感じもすげえいいよね。マジでデザインくすい、本当に。やっぱ社長ってすげえなーって思うんだよな。そう、空いてると手通るからな。どうして一機しか選ぶことができないんだ。俺は悔しいよ。人の心がないと思うよ、運営は。どうしてこの中から一人を選べっていう酷なことをするのか。やめてほしい。で、個人的にな、なんかフードいいんだよな。なんか差分とかでさ、あるかどうかは分かんないけどさ、なんか耳が垂れるやつとかすげえ好きなんだよな。なんかアークナイツとかさ、ああいう系のやつだったら分かると思うんだけどさ、帽子かぶって耳がその横から出てて、普通の状態だったらポンって立ってるんだけど、しなってなるときあるじゃん、ごめんなさいみたいな感じでヒュッてなるとき、ああいう差分があったら俺は多分もっと好きになるな。なんかありそうな気するけどな。ね、いろいろあるしな。いやいいな。銃もいいんだよな。これどれなんだろう、どれ元にしてるんだろう。アウグかな。
合うかどうか分かんないけど、な単品で見たらすげえ分かりやすいな、これいいな。なんかこれパーカーというか後ろフードになってんのかな、フードにはなってないか、いやなんかがつながってんのか、何かあって、あーなるほどな。 P90 か、ありがとう。なんか P90 とアウグ毎回毎回忘れ、なんか似てて違うくなるんだよな、なんでなんだろう。プラウラー確かにな、エーペックスで言うとプラウラーだな、だけどプラウラーは違うくてっていう。いやーやっぱ可愛いんだよな、ここ。こんばんは。 あと首のやつってチョーカーっていうの、俺これ好きなんだよ。なんかかっけえ、めちゃくちゃ好きっていうのもあったりする。あでさ、俺さ、まあ一つさ、性癖のことを話すっつってたんだけどさ、概念霊装でさ、これあるじゃないっすか、キョンシーアタッカー、キョンシーアタック。これさ見てもらったら分かると思うんすけどさ、これやばいんすよね。見てもらったら分かるんですけど、あのシンプルに最近俺さ、あのずっと前から言ってたんよ、いや最近の俺のね性癖はねつって言ってた、あのマジでね直近で言ってたんだよね、最近俺この性癖目覚めたっつって。なんかキョンシーみたいな、なんかあのチャイナ服で、あのチラリズムがいいよねみたいなこと言ってたんすよ。ガチチラリズムなんだよねこれ。これ普通に可愛いなって思うんだけどさ、これ割とさガチで、あの履いてる履いてないと思うんだよな俺これ見た瞬間に思ったもん、性癖だーっつって最近俺が好きな性癖だ、やったーって思ってね、叫びそうになったところ、あの叫ばないでっていう。いやマジでね、えげつなかった、うわマジかーってびっくりしたもん、怖かったーっていう。いぶきちゃんとね、ちよめがねやってるっていうのがいいんすよね、本当にこれすげえいいんすよ。やっぱね、あのチャイナ服とかそこら辺スラッとねラインが見えるからね、まあ、もちろんねボンキュボンの人がやる方がいいっちゃいいんすけど、やっぱロリッコたちのねこの感じはある、スルッとしてる中のあのチラリズム完璧ですね、このゲーム。さすがやな、胸のところもないしな、なんかいい感じのチラリズムがあって俺はすごいいいって思ってる。でしかもね、なんかいい感じのなメスガキ感あるよなメスガキ感っていう言い方良くないかもしれないけど、いい感じのメスガキ感あるんだよな。いやマジでさ、俺こういうの大好きだからさ、うわーいいなってなった。なんだろうな、わかるかな、口とか出してさ、いいだみたいな感じでやってるのめっちゃ良くない？これはマジで、あーちゃんと全部取っとこっていう感じで取るもん。3枚ぐらい取って使っとこっかなと思ってる。チラリズムの範囲内、チラリズムっすね。チラリズムというものは見えなければいいんすよ。見えたらチラじゃないんだよ、丸見えなんよな。チラだから見えなければいいんですよ、わかります？見えなければいい、つまりそういうこと。わかったな。ここでは俺がルールだ。見えなければいいんだ。そういうことだよ。ワードが強すぎる。今話をしたやつを動画にしようかなって思って一応録画してたんだけど、これ録画投稿したら怒られそうだな。この霊装って詳細見れたっけ？あ、見れるじゃん。あ、普通に見れるじゃん。これさ、まず親子っていうのがエモいよな。わかるかな、親子っていうのがエモい。まあもうシナリオ読んでない人だったらわかんないけど、まあっていうのがあるんだけどさ。いや、ここさ、どうぶるいにゃ、ニキチッチかわいいわ。ニキチッチかわいいのずるいよな、マジで。マジで親子ど、うん、うん、
これシンプルに可愛いよな。なんかまあやっぱコヤンはセクシーって感じがあって、なんかあのニキチッチは可愛いよりって感じよな。まああのお母さんかっこおとんかもしれんけど、パパママどっちってなるかもしれないけど、まあ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 妻の体という。俺やっぱね、俺思うのがね、ニキチッチみたいなパターンめっちゃ好きなんだよな。ニキチッチみたいにあのおかんの体かっこおとんとか、あのあれバキンさんみたいにあの娘の体かっこあのかおとんみたいな、ああいうのなんかギャップがあってすげえ好きなんだよな。なんかなんだろうな、俺ここのこの俺はいらねえ、俺が消えろ。なんかこの足の感じすげえ好きなんだよな。なんかもちろん胸とかそこら辺もいいなーっていうのあったりするんだけどさ、なんかやっぱね足ちゃんと描いてくれてるのいいなー本当に。やっぱニキチッチとねあのコヤンはね、どちらかっていうとね足のラインがねいいんすよ。足をちゃんとね描いてくれてるのは俺は嬉しいっすね本当に。良きよマジで。尻尾もいいな、やっぱいいんだよな、可愛いんだよな。だが男である。だが男でいかやくと。あーエリセのこの服装超良くない？俺この透け具合超好きなんだよなマジで。いやマジあのねこのねいぶきちゃんのねすくみずもね超好きなんすよ。割といいなって思うんすよこれ。いいなって思うんだけど、それよりもさこのスケティわかる？いいんだよな。多分サイリン1個したらね、多分ねこの T シャツなくなって普通の水着になると思うんだけどさ、エリセくっそ可愛いんだよなマジで。というかもうデザインがいいんだよな、デザインが。もともと俺エリセのさあの髪の毛一部分が赤くなってるの超好きなん。てかなんか一部分がちょっと色変わってるっていうのめっちゃ好きなんだけどさ、その中でもいいっすねマジで本当に。いやー本当に中学生ですかマジで。レクイエムが復刻とか、そうよくよく考えたらあれだよな、レクイエムが復刻される前にさ水着で実装されるっていうのおもろくないこれ。めっちゃ思うんだよな。いや肩出しもいいんだよな。そうというかなんかさあのなんて言うんだろう、他のキャラクターって英霊って感じがするじゃん。英霊というかもうなんか英霊だからさ、なんかあの当たり前の神秘感みたいなあるじゃん。ここら辺レディアバロンとかさ、まあもちろんこういう子もいるけどさ、なんかあーまあまあ妖精だしこんな感じだよなみたいな。でガレシちゃんはまあ再臨したらわかると思うんだけど、おかっこよくなるなみたいなあるじゃんの中でもさ、なんかまあエリスはねまだ再臨してどうのこうのかっていうのがわかんないからさ何とも言えないんだけど、マジ学生なんだよな。学生っていうのがマジでいい。学生感があんのすげえいいんだよな。かわいい。これで中学生って一体なんなんや、なんでこうなんや。そう普通のマスターの子って感じがしてすげえ好きなんだよな。親近感めっちゃ湧く。親近感湧いたらいけないかもしんないんだけどね、すげえいい。だって言っちゃ悪いけど伊吹童子とか見てさ、これもうなんか英霊というかもうやべえじゃん、神様はっちゃけましたみたいな感じじゃん。だからそんな感じがあるからさ、うわっってなるんだけどさ、見る分にはやっぱこういう感じがいいよな。俺さ水着あるじゃん、女性の水着とかいろいろあるじゃん、いろいろあると思うんだけどさ、あの多分さリアルでさザ・ビキニとかさ、多分そういうのをさ見るよりもさ、なんか羽織ってる感じの方が好きなんだけど、わかる？わかるかな、みんなにわからないかな。あの水着も別に悪くないんだけどさ、水着よりもさちょっと上に羽織ってる水着あるじゃん、よくない？俺は好きなんだよね正直。水着で言うとザ水着よりもそのなんか一枚羽織ってるとかなんかちょっとある感じ、
ある感じが俺やっぱ好きなんだよね。やっぱチラリズムなんだよね。見えるじゃないんだよね。隠している方がエロい。そう、露出すればいいもんじゃないんですよ。いっぱい露出するべきもんではないんだよな。やっぱちょっと見えないぐらいがちょうどいいんだよな。そう、水着の上に T シャツとか、わかる、そうなんすよ。それなんだよね。そう、やっぱね、なんか羽織ってたりとかさ、ああいう感じのやつがね、俺ねめっちゃ好きなんだよね。もうエモいんすよね。もうめちゃくちゃいいんだよな、そこら辺が。そうだからね、水着の玉物ね、スケティとかね超好きなんだよね。っていうのでエリスでもこれできてんのやっぱいいんだよな。初コメです。太ももの肉感もいいと思う。わかる、ここね、ここね、このやっぱさ、太ももなんよな、ここ、この感じいいよな。ちょっと締まってる感じの太もも、なんか年相応って感じなんがいいんだよな。年相応、中学生、中学うっていうのはあるんだけど、まあ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 、そんな感じよな。エリセもやっぱいいんだよな。けどね、一番気になるのは俺ここなんだよな、ガチで。マジここだけ気になる。スカディは可愛いじゃん。可愛い、好きじゃん。この後マンボウが出てくるのかどうかっていうのが気になるんだけど、ここはまあシンプルに可愛い。もうスカディらしさもいろいろ出て可愛いなってなるじゃん。ここないよ、問題は。これが一番わからんのよ。その、何なんだろうね。あの、嫌いではないんだよ。好きなんよ、割と。好きなんだけど、元のふうやちゃんが多分好きすぎて、わからんのよな、このふうやちゃんは。わからんの、これどうなると思う？やっぱ再臨してって、あ、結局ちっちゃくなっちゃったってなるのか、もうこのまま超あのなんだろう、グラマラスな感じでいって、うわ美しいってなるのか、えっってなるのかね。どうなんだろうな。いやー、なんか正直な、俺個人としてはな、ロリッコフーヤちゃんみてえな、水着の。まあまあ、ロリッコは、まあロリフーヤちゃん、あれ水着みたいなもんだけどさ、水着自体は正直いっちゃん攻めてるね。わらわの美貌をボンみたいな感じよな。でね、俺ね、個人的にフーヤちゃんね、まあもちろんあの大きくなってでっかってなったんだけど、でっかよりも俺サイドテールくっそ似合ってんの可愛いなってめっちゃ思ったんだよな。なんかフーヤちゃん、まあロングとか、まあツインがもともとあって可愛いって感じだったんだけどさ、なんかシンプルにさ、やっぱサイドテールになってんの超可愛くない？まあ俺ポニテ、まあツインテール俺あんまり好きじゃなくて、サイドテールとかポニーテールとかああいうのめっちゃ好きなんだけどさ、くっそ似合ってんのすっげえいいんだよな。でね、俺色的なことを言うとさ、俺こういう色合いめっちゃ好きなんよ。あのディスガイアだよね、多分ディスガイアで合ってたっけ。俺あれやったことないんだけど、色合いだけで言うとめちゃくちゃ好きなんだよね。でフーヤちゃんもそれ関連で色合いめちゃくちゃ好きでさ、いいなってなってるんだけどさ、これがどういう風に変わっていくのかっていうのは正直気になるね。どんな感じになるんだろうね。まあ次の第2幕がエリセ出てくるから、エリセ多分伊吹同時で、その後ポンポンみたいな感じで来るとは思うんだけど、まあ確かにな、不足点としたら確かにこっちの方が正しいっていうのはあると思うんだけど、さすがにこんなにグラマラスだとびっくりしたわ。うわ、本当にグラマラスで美人。いや、まあ美人だけどな、もともと可愛いけど、わーおっていう感じよな。実際えげつないよな。いや楽しみだな。楽しみだけど地獄だよな。だってこれさ、下手し何、星5全部欲しいって思ってさ、沼ったら300300300900連でさ15万飛んで、頭か、やめよう、ガチャの話はやめておこう。
そうそう。